マグロ持ってまいりました。宮城県沖の天然のメバチマグロですね。33キロ。お、生臭い。いや、くっす。え、重っ。ちょっとまだ秘密で一旦冷蔵庫でお願いします。こんなに準備できてたんだ。準備、急いで完了です。すごい。どうやって出すんだこれ。硬っ。手袋いりますか。硬っ。ちょっと待って。手袋っていうか、あんまり強く叩くと。あ、浜田来た。板長。今日は来ていただきました板長はですね、本業は高校野球で審判なんです。で、副業は段ボール屋さん。本業審判です。先週もやりました。すいません。本業は段ボール屋さんで、ベジアーツの段ボールを全部お世話になっています。ありがとうございます。ありがとうございます。前職で魚屋さんやってたんで、今回あのベジアーツのマグロプロジェクトで、マグロの仕入れから今日の解体までお世話になっている。あの長野県の高校野球の審判やられて、夏の高校野球なんかはあの球審もやることあるので、はい、ぜひね、アンパイアね、はい、浜注目していただければと思いますね、はい、選手ともども注目していただければ。選手ともどもね、さすが審判。市場に行ってもう待ち時間ゼロだった。市場に着いたらもうあのマグロの横で浜さんが手を挙げて、だいたい5分ぐらいだってさ、あの会社は知能なんですよ。今日は知能から朝一先回りして松本の市場にいて3時にここに来るっていう、はい、もうあの中村に言われてますんで、今日はもうマグロに命かけて他いいから他わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、もう手は終わった。手終わった。あれ？尾で見えんだよね。尾でね。こんな俺水族館で見た。マグロ。うわ、出会ったのか。おお。でかい。うわー、口の中にいっぱい入ってる。花がどうですI'm sorry.